ガンプラって基本的には誰が作っても同じように完成するものなんですけれども、それを使って世の中に一つしかないもの、自分だけの作品を作るためには自分が作りたいもの、それから自分が表現したいものをどれだけ作品に込めるかっていうのが多分大事なんじゃないかなというふうに思います。クリエイティビティ、発想力、アイデアですよね。これはね、誰に教われるもんでもないので、あなた自身のクリエイティビティというものを作品に思いっきり込めてもらえると素晴らしい作品になると思います。ガンプラっていうのは今もう世界に楽しんでもらってるものですけども、ガンプラを作る、作品を作るっていうことで年齢とか性別とか国籍とかそういったものを完全に超えてコミュニケーションを取れるものなんですね。皆さんもガンプラから先に広がる世界っていうものをぜひ感じてもらいたいなっていうのはもう GBWC を通じてやっぱり感じたことになりますね。リチャヤス・エイヤモーンさん、アナザー・レイト・ナイトです。TheEternalBond、義経&弁慶 for the New Country を作られました龍介横田さん、マーク・メディアビロさんのエネミー・スポッテッド、フィリピンからの作品です。ガンダム XC エリベア2、帯同、ユースケ・佐藤、ジャパン。小中心さんの作られましたドリームが選ばれました。世界に一つだけのあなたの作品にお会いできるのを楽しみにしております。